ツンジアンに到着しました、今回は住職の奥様のカオルさん、はい、ご紹介いただいて、はい、ものすごい歌を歌うんですよ。これを皆さんにねぜひ聴いていただきたくて、お願いしました。じゃあちょっとお呼びしてください。はい、そのもっとさっさとこうよ、なんか恥ずかしいなって顔しないでね、恥ずかしがり屋なんですよ。恥ずかしい。あ、はい、わかりました。なんか照れてない？照れてるでしょ。あんまりだって自分の奥さん紹介するってないじゃないですか。まあそうだけどさ、はい、ちょっと呼びに行くのなんかちょっとしようかなみたいな感じだったの。いや、そんなことはないんですけどね。本当、はい、おとなしくしてるんです。本当、そんなアップにしないでください。カオルちゃんの話するとき顔が違う人になっちゃうね。なんかタラ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 になっちゃう。いや、じゃあタラタラしないです。あ、もう一回呼んできますね。もう一回呼んできなさい。はい、早く歩いて。そうそう、早くちゃっちゃとね。すいません、出てきてくださいってこと。やっほー、こんにちは。いやー、久しぶり。いやどうも。ご住職の奥様の高畠カオルさんです、はい。本来は歌手なんですが、あ、ギタリストの方を紹介してください。はい、ギタリスト兼プロデューサー兼いろいろやってます、二宮岳さんです。はい、二宮です。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。なんかありがとうございます。なんかあの夏木メルさんの歌も、はい、そうです。夏木メルさんはずっとあのツアーのギタリストとあと楽曲を4曲ほど書かせていただいてまして、はい、あのずっとお世話になっております。あの旦那さんの斉藤信さんにお世話になっております。あ、はい、あの今日なんかわざわざ、はい、あのね、演奏しに来ていただいてね。そうそう、わざわざ。ありがとうございます。鎌倉に癒されに来てますから。本当に、はい、どうしてさ、このね歌い手さんだった子がね住職、要するにお寺に嫁ぐってすごいじゃない、ね、何も考えなかったでも勉強になりました。あの本当に当たり前のことを知らないで生きてきたところもあるので、んで修行になりました。この人がですね結婚するときにですね、なぜか私の号がいるということで、あれなんで私のところに来たの。付き合ってまだ1年ぐらいだったし、ね、亡くなったおかえさんに僕と紹介していただいて、うん、なぜか気があったんでしょうね、ね、それでね会ってくれって言われて、私がってここにあったのこれ、はい、でも絶対間違いないと思ったんで、はい、結婚しなよって言ったんだよね、はい、それで結婚して、なんかこれはあの YouTube で夫婦のなんか公開なんか公開処刑じゃないけど公開処刑何ですかお母さんに3回聞かれました。うちの娘でいいんですか、玄関出る時までうちの娘でいいんですか、うちの娘でいいんですかっていうかな、はい、ってでもね一生懸命やってるもんね、お寺の奥さんも一生懸命やって、そうですね、もうそんないろいろあるんですよ、いろいろ。これ知ってました、鎌倉シャツでできてるんですよ。え、本当に、はい、あ、本当だ、うん、あの鎌倉シャツがこれからこういうの作るんですよ、うん、着やすい、着心地もすごくいいんです。こういうのも覗きみたいでいいんじゃないですか。ね、覗きみたいいいね、うん、寒着よりはファッション性をちょっと、うん、そうだね、生地はない、これみんなシャツの生地、はい、そうです、へー、本当だ、しっかりしてる、うん、ね、うん、しっかりめの、ということで、はい、これから歌久々に、そうです、ね、久々に生で聴かせていただきますよ。ありがとうございます、ね、はい、じゃあ岳さんお願いします、はい、楽しみに、よろしくお願いします、はい、では、あなたが残した全てこの目に映り込んでくる、さよなら目を閉じて心の中
ちょっと変わりました。あの柔らかくなったな。最近はその寺歌って YouTube の方も、うちにちゃんといろんな場所に撮ってみて、カオルさんが自然体に入れられる場所を。カメラに弱いんです。本当に弱いんです。だから自然のまま二人でこう練習してるところがそのまま出せたらいいよねっていつも言ってる。それを、ね、再現してくれて。さっきなんかね、もっと上がってる人が隣にいて。もうね、見れないんですよね。過呼吸になってる。もう固まっちゃって。だから自分が歌ってるみたいになって。本業でもやっぱ知ってる方が亡くなってお経をあげるときは、その方の写真見ないんですよ。ああ、そっか。あのね、泣けてきちゃうんですよ。お経どこじゃなくなっちゃうんで。高畑宗一っていうとこは。すみません、宗一。高畑宗一。高畑宗一っていう男は本当にあれですね、心の優しいですね。